松尾城は長野県飯田市にあった日本の城、小笠原市の居城であった。小笠原市は鎌倉時代に阿波国守護であったが、小笠原貞宗の第二県武の申請により品野国守護となった。貞宗は稲郡伊賀領総の地頭で松尾出身と伝わり、松尾城は国府に近い千曲郡伊川間と並んで小笠原市の重要拠点であったという。 王衛七年の大東合戦で失った、品野守護を取り戻し、小笠原氏を再興した小笠原正康が、各喫二年に死去すると、正康の兄の小笠原も父長が、家督相続を主張して内乱を起こし、文安三年に正康の子、小笠原宗康を、うる下原の戦いで打ち取って南化し、国府を奪い府中小笠原氏となった。しかし、宗康は、戦死前に、 稲郡伊賀領僧松尾城にいた弟の松尾小笠原氏、小笠原光康を後継者に定めており、これに対抗した。また、府中から光康のとに逃れた小笠原正秀も鈴岡小笠原氏を起こし、小笠原氏は三夜に分裂した。正秀は干渉2年の光康の死により小笠原家の僧侶の家督を継承したと見られ、小笠原清宗から府中を奪い返して、 文明五年には幕府から品濃国主護に任ぜられた。しかし、小笠原家をまとめ上げることはできず、小笠原長和を養子に迎え、再び家督を譲っている。松尾小笠原氏の小笠原家長は、正秀と共闘していたが、文明十二年に正秀と合戦となり戦死した。家長の小笠原上記は、明王二年に正秀を暗殺し、鈴岡小笠原氏は滅亡した。 天文三年頃、松尾家の小笠原定忠は、府中家の小笠原町を胸に破れて、海の国に逃れ、武田信玄に侵入したが、天文二十三年武田氏の稲信仰で、小笠原氏に小笠原信峰府市が、信なの先方衆として活躍し、松尾城を回復した。信峰は、その後、織田信長の公衆征伐の時には、織田氏に降伏し、本能寺の変の後、 徳川市の家臣となった。徳川家康の関東移法の際、武蔵区に本城城に移り、松尾城は廃城となった。四角の標高は487メートル、本城跡は半島城の段丘に二つの車で主要部が構成されている。現在、四角と二の角の一部が松、お鈴岡公園として整備されている。鈴岡小笠原市の鈴岡城とは、 毛ヶ沢側を挟んで向かい側にある。ありがとうございます。